マックス・エマヌエル・チェンチッチは、クロアチアのザグレブ生まれのカウンターテナー歌手。音楽一家に生まれ、オペラ歌手である母親の声楽指導を幼い頃から受ける。早くも6歳で、テレビに出演し、モーツァルト作曲のオペラ、マテキの夜の女王のアリアを披露する。1987年から1992年までは、ウィーン少年合唱団に所属し、ソリストとして活躍した。 合唱団員時代に、マテキの三人の同時の一人として、録音に参加。指揮者の下王力ショルティに、これまであった中で、最高のボーイソプラノと称賛される。編成期以降はソプラノ及び、メゾソプラノ聖域の歌手としてのキャリアを進むことを決意。17歳にして、すでに800回近くの舞台を踏む経験を積んでいた。ピアニストのノーマン・シェトラート組んで、 1992年よりソプラニストとしてのソロ活動を開始。欧州各地や日本でのリサイタルで高い評価を受ける。2001年からはカウンターテナーとして活躍中。マックス・エマヌエル・チェンチッチは世界の主要オペラハウスに出演するとともに、スカルラッティ、ヘンデル、モンテベルディ、ビバルディなどのディスクで高い評価を受けている。また、シュベジンゲン音楽祭。 ラインスベルク音楽祭、ドロットニングホルム音楽祭など、各地の音楽祭の常連である。バーゼル歌劇場で上演されたモンテベルディ作のオペラ、ポッペアの体感のネローネ役で、2003年に、オペラ雑誌アバーンウェルトの新人賞を受ける。また2008年4月には、アコダミ・ジュディースックから最優秀オペラ歌手として、表彰される。ありがとうございます。